はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございまして、今回ポケットモンスターオメガルビアアルファサファイアの対戦実況をやっていきたいと思います。相手のパーティーはハッサム、レックザ、マリルリ、グラードン、サザンドラ、アルセウス。こちらのパーティーは前回と同じゲンガー、ペンドラ、ニドキング、ニドクイン、ドクガイ、ロズレード6匹となっております。やってきました、右半分伝説ポケモン。さあ、相手のポケモン対策していきましょうか。まあ来るとしたらグラードン、ハッサム、サザン、アルセウス、レックゼ、マリルリはまああまり来ないって、サザンもあまり来ないと思うかな。とにかくグラードン、ハッサムあたりを対策していきましょうか。そして物理が意外と多いので、まあ初手はニドクイーンでいきましょう。サザンドラが来ない限り大丈夫でしょう。まあサザンドラとアルセウスですね、この2匹が来ない限り上4匹はニドクイーンで突破ができるということで、そしてもし下2匹が来てしまった場合、アルセウスは神速、鶴舞神速っていうのがね、流行ってると思うので、まだ流行ってると思うので、まあペンドラのバカ力で、サザンドラはメガホーンを当てていきましょうか。でラスト1匹は何でいきましょうか。ニドキングとかいきますか。あ、ニドキングでいきましょうか。いや、ゲンガーもいいな。いや、でも原子グラードン炎タイプ追加されるんだっけ、確か。だから鬼火が効かないか。じゃあここはニドキングでスカーフで抜いてもらおうか。レックザン霊媒4倍だし、ハッサムも火炎放射で4倍弱点。まあこれでいいでしょう。ニドキング出しましょう。じゃあ今回ニドクイーン、ペンドラ、ニドキング、この3匹でいきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。一体相手は何を出してくるのでしょうか。初手は一体なのか。初手は上4匹ならなんとか相手はできる。グラドン、初手グラードン来ました。初っ端からグラードン、そしてリボンということは、これでコンテストをマスターランククリアしたのか。そして相手は紅色の玉、ああいう紅色だっけ、玉で原子グラードンに原子回帰でなっていく。かっこいい、かっこよすぎる。そして終わりの大地、晴れになったが大丈夫。相手は段階剣で打ってくるでしょう。さあ行きましょう。相手は物理技打ってくる。カウンターで返してあげましょう。さあ相手はステルスロックカウンター見せちゃった。カウンター見せちゃった、どうしよう。カウンター見せちゃった、どうしよう、どうしよう。カウンター打つ。さあ来い、来た。オーバーヒートやっちまった。これ絶対やっちまった、完全にやっちまった。さあどうしよう、さあどうしよう、ここどうしよう、さあここどうしようか。やばいぞ、カウンター見せちゃったよ。もう甘えちゃう、甘える段階の剣やっちまった、完全にやっちまった。初手ステロは効いてないよ、初手ステロの原子グラードンとか効いてないよ。さあ何出そう、ペンちゃん行きましょう。ペンちゃんしか無理、もう原子グラードンと対等に戦えるのはもうペンちゃんしかいない。さあ頑張れ、タスキが潰れるのはほんと厳しいんだが、どうしよう。炎追加されたね、地震行こう。さあ地震で突破したい、地震で突破したい、なんとか地震で突破できねえ。硬い段階の剣、やばい、ペンちゃん突破された。原子グラードン恐ろしい。さあラストニドキング頑張れ、ニドキング頑張れ、もう僕はそれしか言えない、頑張れ、お前の力を見せてあげよう、見せてあげなさい。さあ大地の力、さあ頑張れニドキング頑張れ、大地の力急所、大地の力急所、大地の力急所、急所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 じゃなくても落ちた。よしよし、サザンドラが来なければいい、サザンドラが来なければいい、サザンドラが来なければ、レックザも来なければ大丈夫。さあどうだ、相手アルセウスまだ大丈夫、アルセウスまだ大丈夫、ノーマルアルセウスだね、まだ大丈夫。コンテストリボン、まだ、まさかこいつもコンテストを制覇しているだと。さあまだいける、第一の力急所、第一の力急所でまだいける。さあ第一の力急所、わーお、剣の舞、さあ神速されるぞ、鶴舞神速されるぞ、やばいぞ、鶴舞神速が来るぞ、神速耐えろ、お前ならまだ耐える、
まだ耐える、お前なら耐える、耐える、耐える、耐えない。対戦ありがとうございました。もっと修行してきます。無理。はい、では2試合目やっていきましょう。レートバトル、こっからはもうガチ。まあグラードンでね、ボッコボコに、グラードンにボッコボコにされたんで、こっちでストレス発散しましょうか。パーティーは同じ。相手は、ドラミドロ、ボルトロス、キリキザン、クレセリア、マリウリ、ファイアロ。まあ初手ボルトロスは安定なんで、ペンドラ行きます。で、そして、何行きましょうか。いや、ここはニドキングだ。いや、でもファイアローがいる。あ、ファイアローがいるからこそニドキングを初手で行きましょう。で、ペンドラ。で、これでファイアロー、ボルトあたりで刻ん、クレセ、クレセか。クレセがちょっと怖いので、ロズレイドを入れておきましょうか。ロズレイドを入れておく？いや、違う。ゲンガーを入れておきましょう。ゲンガー入れましょうか。じゃあ今回、ニドキング、ペンドラ、ゲンガー、この3匹でやっていきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。やっていきましょう。2試合目。原始グラードンの対策はまた考えておきましょう。いずれリベンジマッチをしたいと思います。本当に。あんだけ強いステロマク原始グラードンってなんやねんと思ったからね。マジでびっくりしました。さあ、相手の初手はボルトロス。やっぱボルトロスね。ボルトロスが来るのも分かっちゃうんで、もうバレバレなんですよね。冷凍ビームっていきましょう。冷凍ビームを当てていく。初手ボルトロスは分かっている。バレバレだよ。耐えられた。普通に耐えられた。マジか。普通に耐えるんだ。まあ大丈夫。こっちも耐えるよ。S はこっちのが早い。さあ、相手入れ替えるでしょう。相手入れ替えるか、それとも捨ててくるか。どっちなんだい。さあ、どっちなんだい。捨てるか、残すか。相手の選択肢がどうなるか。どうなんだ相手は。どちらを選択してくるかだよね。まあこちらとしては捨ててきてほしいが、引っ込めてきますね。やっぱり引っ込めるのはまあしゃあないか。そしてファイアロー、ファイアローさんすか。ここでファイアローさんか。まあファイアローさんでもいいでしょう。まあ霊火でなかなかいいダメージが通るんだね。霊火もう一発いっていきましょう。で、相手はブレイブバードでしょう。まあブレイブバードはしゃあないか。これで、ミドキングさんは落ちちゃったんで、まあここでペンちゃんを出すのは違う気がする。ここでペンちゃんなのか、ペンちゃんなのか、どうなんだろう。ここでペンちゃんを出すのは何か違う気がするんだよな。どうだろう。ここでペンちゃんは何か違う気がするんだけど、出したいんだけど、ボルトロスをね、突破できないんだよな。やっぱ行きましょう。ペンドラ行きましょうか。ゲンガーじゃなんかブレバで落とされそうな気がするので、ペンちゃんで耐えて岩なだれ行きましょうか。岩なだれと。さあ、相手はブレイブワードブッパですね。分かってます、ブッパすること。それぐらいはもう予想済み。さあ、1残って岩なだれを当てていこうか、ペンちゃん。さあ、ペンちゃんタスキで耐えて岩なだれを当てていこうか。さあ、行きましょう。岩なだれ当てていく。オッケー、ナイス。ここで外したらさすがにペンちゃんないわ。さすがにないからね。よし、ここでボルトロスの電磁波、ボルトの電磁波10万で落ちる可能性があるんですよ。 S が負けるので、必ず S は負けてしまうので、これ電磁波10万されてペンちゃん落ちるってのはちょっと嫌なんですよね。あ、電磁波されても大丈夫か。あ、大丈夫だった。僕のちょっとねミスだった。頭の中でのその対戦のいやミスだったわ。ここ電磁波されても岩なだれ当てれば勝てるじゃん。さあ、行きましょうか。挑発。あれ、なんで挑発打ったのかな。僕の技教えてあげようか。メガホーン地震岩なだれバカ力です。剣の前なんて入れてないよ。技スペに入んないよ。バカ力教え技で復活しちゃったからね、剣の前はもう技スペとして必要ないんだよね。入れないんだよね。もう火力は十分ある。そして最後はドラミドロ。適応力追加されたって使いやがって。こっちは僕まだ厳選してまだ育成してないんだぞ。厳選したんやけどね。もう自信当てていこうか。じゃあ自信を当てていく。 D は高いが B は低い。ドラミドロ、お疲れちゃん、耐えた。で、相手はお盆のみか。お盆のみ、弱点保険か。弱歩か。へえ、弱歩ドラミドロ。面白いね。弱歩ドラミドロは面白い。これはなかなか面白いやつをしてくれる。
さあ相手は竜の波動か、竜星群はいれなかったんですよね。まあ大丈夫、たとえ火力が上がろうが S が勝っている、そしてその HP だと僕のこのゲンガーのシャドーボールを耐えることはできない。お疲れ様、シャドーボールドーン、ドラミドロ突破、対戦ありがとうございました。